クレガービーゴルフクラブは、カナダ・オンタリオ州、オークビルにあり法人オーナーを持つゴルフコース。カナダにおける最も有名なゴルフ場の一つで、カナディアンゴルフ協会の本部や、カナダゴルフ連動もここにある。1977年以降、合計回数で他を遥かにしのぐ30回にわたり、カナディアンオープンを開催している。ジャック・ニクラスが初めて単独でコース設計を行った。 グレンアビーの名物ホールは11番から15番にかけての谷ホール群である。パー4の11番ホールはティーが高さ60フィートの崖の円にあり、セカンドショットは16マイルクリークを超えなければならない。12番、13番、14番は前室の16マイルクリークがコースと交差してハザードとなっている。15番は パウさんのショートホールだがグリーンの傾斜がきつい。16番ホールに進むには急坂を登らなくてはならない。グレーンアビーの現在の所有者は TWC エンタープライズリミテッドが運営するクラブリンク社であり住宅地開発や商業施設を建設するためにゴルフコースを取り壊す計画を持っている。オークビル市議会はここを市の遺産に指定してこれに反対している。 2018年、上級裁判所は、計画を阻止するために市が行った活動に対して、これを否定する裁定を行った。ゴルフクラブができるより、以前、クレンアビーの土地は何度かにわたり、所有者が変わった。もともとは1814年にキングズ・カレッジに払い下げられた土地だった。1937年に、アンドレ・ドーフマンに売却され個人の所有地になった。 1953年にアッパーカナダにあるジェズイット教団修道士の隠居所として使われた。1963年から1974年にかけては別のデベロッパーが所有者となり、新社交クラブとゴルフ場建設を計画した。クレンアビーゴルフクラブにおける1994年、カナディアンオープンでのニックプライス。1974年になり、 この物件はまた別のデベロッパーに売却され、現在のゴルフコースが完成した。1975年クガが本部をここに移動、カナダゴルフ連動も翌年に移された。2年後にはここで初めてカナディアンオープンが開催された。現在はカナディアンオープン開催地の林番性の一つに組み込まれており、実際、1977年以降30回のカナディアンオープンが開かれた。 久画は1990年にクラブを買い取ったが、1999年にクラブリンクに売却した。18番ホールは2000年のカナディアンオープンでのタイガーウッズのプレーで有名になった。最終日、ウッズはフェアウェイ右のバンカーから残り218ヤードを6番アイアンで打ち、グリーンをガードする大きな池を越えてカップから18フィートにつけた。これにより、 同じ組のグラントウェイトを破り優勝することができた。このショットは、ウッズのゴルフキャリア及び、PGA ツアーの歴史の両方において、最も壮観なシーンの一つに数えられている。マーク・カルカベッキアはここで2009年に開催された、カナディアンオープンの2日目に9連続バーディーという、PGA ツアー記録を打ち立てた。この日は10番ホールからのスタートで、 12番から18番、さらに、フロントナインの1番と2番でバーディーを取った。グレンアビーゴルフコースクラブリンク社は2015年10月に、当該用地再開発の申請を行った。この計画の中にゴルフコースはなかった。オークビル市議会は2017年8月に、オンタリオ州遺産法に基づき、ゴルフコースを遺産であると宣言した。これにより、 クラブリンクの開発計画である3222個の住宅や69000平方フィートの商業、小売スペース、107000平方フィートのオフィススペースの開発実現は困難になった。ゴルフカナダは2018年にここグレンアビーでカナディアンオープンを開催する計画だったが、必要な認可が得られるかどうかの見通しが立たなくなったが、最終的には、 開催にこぎつけることができた。オークビル氏は2018年2月18日に、その計画開発評議会において、全会一致で、ゴルフコース取り壊し計画を否決した。2018年夏、クラブリンクが、上級裁判所による取り壊し許可の決定を待っている、間にカナディアンオープンが開催された。同年10月25日、エドワード・モーガン判事は、 市が否定しているにもかかわらず、クラブリンクは地方計画コース裁判所にこの解体申請を行う権利を有していると裁定した。市議会はこれを受けて、オンタリオ州控訴裁判所に持ち込むことを、これまた全会一致で可決した。2018年12月11日、オンタリオ州上級裁判所は、グレンアビー開発計画の阻止を目的とした。 保全計画と最速に否定的な裁定を行った。エドワード・モーガン判事は、市の行ったことは権限を超えたものであり、また、不誠実に行われたと述べた。地方計画控訴裁判所は、市によって更新された公式計画と修正された、最速、及びクラブリンクの訴えに関して2019年6月に8日間の公聴会を開くこととし、 またこれとは別に2019年後半には、クラブリンクの開発申請に関する公聴会も実施される。2018年10月時点での報告では、所有者の計画が明らかとなった、高さ9から12階建ての9棟のビルを含む3222個の住宅の建設。これら住宅は、オフィススペースと商業、小売スペースのビル上層階に立地する。 2019年と2023年のカナディアンオープンはハミルトンゴルフカントリークラブで開催されることになっているが開発計画が進行しない場合数年間はクレーンアビーで行われる可能性がある。ありがとうございます。